ザ！ピッコロ！おめえどうしてここに？奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ？勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。シェンロンには同じ願いは二度と頼めねえんだって。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえばどっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ、悟空。クリリン、じっちゃん、すまねえ。よし、こっちから行こう。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか？そうか、ゴハン君の帽子のてっぺん、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。勝負っちゅうはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。聞いた風なことを抜かしやがって。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。俺の力を拒むものだから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば。見苦しい戦いをするな、孫悟空。ピッコロ、孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんてないのか？すまねえな。ちっと逃げやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。チッ、お前も新技を開発してるってのかよ。
ようやくお前らとの差が少し縮まったかと思ったのによ。クリルも新しい技あんのか。ああ、俺の方はまだ開発途中だけどな。よし、ならオラがなんとか時間を稼いでみせる。くそ、なんてパワーだ。何？戦闘力1307？お父さん！いじめるな！うわー！怖っ！まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。俺の力を拒む者だから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば。見苦しい戦いをするな、孫悟空。ピッコロ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。お前も新技を開発してるってのかよ。ようやくお前らとの差が少し縮まったかと思ったのによ。何？戦闘力1307？お父さんをいじめるな。このガキ。程度の攻撃なんぞ。万国びっくりした。何？ちっちゃん。今じゃピッコロ
やれ。魔眼光殺法。この俺がこんな雑魚どもに。お米にご飯を預ける。悟空、本気か？あん時は、ほらピッコロと組むことを断っちまったけんど、ピッコロ助けに来てくれた。今度は、オラが信じる番だ。確かに、ピッコロが来なきゃ俺たちは死んでたかもしれないし、倒す敵も一緒ではあるけど。ご飯、おめはどう思う？ほら、生まれ変わったピッコロはむちゃくちゃ悪いやつじゃねえって思うけんど。僕はもっと強くなりたい。ピッコロさんと修行してみます。覚悟ができているのなら早速修行に向かうぞ。頼んだぞ、ピッコロ。の力つけたみてえだな。いつまでもお前の後を追ってばかりだと思うなよ。俺の新技の完成度もようやく上がってきたし、見たらきっと驚くぞ。それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。実戦のつもりで臨むことだな。それでどうするの？ヤムチャ、オラとやんねえか？ああ、いいぜ。遠慮しないで思いっきりかかってこいよ、悟空。ああ、もちろんだ。見せてやる。
やっぱ強いな悟空。ちょっとぐらいならいけるかなって思ったんだけどな。動けないサイヤ人など必要ない。仲間を殺したんだ。下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが気に食わねえみてえだ。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだな。ふん、なんか、おお、貴様ナメック星人。ナメック星人は魔法使いのようなことができるやつもいると聞いたことがあった。そうか、ドラゴンボールとかいうのを作ったのもさては貴様だな。さあどうだろうね。オラの本気見してやる。殺してやるぞ。死ね。汚ねえ花火だ。近くにいる。まだまだ。トラの本気殺してやるぞ。死ね。汚ねえ花火だ。どこ行ったのかな。出番のようだ。
これでとどめだ。まくりきま。火球戦士のカカロットがサイヤ人の王子である俺に傷を。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってるんだ。おざる豊作の化け物。チェ、ご飯の時ですら手こずったというのに、よりによってこいつが大ざるになるとは。今なら分かった。じいちゃん踏みつぶして殺したん。妖怪城に現れた化け物中にもこれオラだったんだな。いいことを教えてやるか。大ざるになったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。ふざけちぇ。まさかここまで強くなるとはよ。諦めるな悟空。俺たちだって怖いけどここまで来たんだ。無理。どうした。くそー、あれだ。宇宙の霧になれ。ふざけちぇ。俺だけじゃない、ラムチャさんやっちゃおう。ご飯も近くに来てるんだ。どういうことだクリル、なぜチャオズたちまで。一か八かだけど試したいことがあるんだ。まずは奴の隙を作り出す。覚悟はいいか。魔漢光殺法。はっしゃっしゃっ。本気でやろう。ふざけちぇ。はっしゃっ。今だ。俺たち3人で奴に太陽拳を当てるんだ。奴にありったけの木をぶつけてやれ。くそったれ。逃がさない。チャオズの金縛りが効くくらいに弱っている。倒せるチャンスは今しかねえ。
たちの力で奴をやっつけたんだ。もうオラにゃほとんど力残ってねえや。この程度のことでだらしがないやつだ。サイヤ人が。大丈夫だご飯、あいつはもうとんでもねえやつだったけど墓ぐらい作ってやるかな。貴様らの墓をかの。ナメック星人、まだそんなことをする力が。お今だピクロン、やれ。魔眼光殺法。クリリン、すまねえが、そいつを言い返してやってくれ。頼む、ほらの、たった一度だけのわがままだ。悟空はドラゴンボールで生き返る。そして今度は絶対にお前に勝つんだ。ジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかったぞ。カカロット、貴様が生き返っているということはドラゴンボールの力はどうやら本物らしいな。いいか貴様ら、今すぐドラゴンボールで俺を不老不死にしろ。いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらをこの宇宙を支配しているフリーザが狙っている。フリーザ、貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが俺が不老不死になればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。それにベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ベジ
ジータ、どちらにしてもドラゴンボールをおめえに渡すわけにはいかねえ。地球はオーラたちの手で守る。ふん、なら力ずくで奪うまでだ。なあ、ここはオーラ一人に任せてくれねえか。ああ、わかった、頼むぞ悟空。この目よりもさらに強くなってやがんな。ほんの少しずつでいい。現金をあげてくれ。来た。まずい。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。だがそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなく、オラも強くなってんぞ。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。まずい、小酒。条件が同じなら、サイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。どうなってやがる、このカカロットの強さ。ここまで俺との差が縮まっているとは。カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に俺たち二人で修行すればフリーザを倒せるかもしれん。待て、フリーザというやつが地球を狙っているなら、なぜお前が先に地球についているんだ。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺は奴らが使えないルートで地球へ来ただけだ。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分本当のことを言っている。ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強いやつがいるなんて嘘を言えるはずがねえ。そんな嘘をつくくらいなら力ずくで奪うことにこだわるはずだ。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強いやつが地球を狙って。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。さあ、次はドイツが相手だ。チュイを倒したぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジータ。地球人と手を組んだところでフリーザ様にかなうと思ったのか。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたとフリーザ様が気にされていたな。オラがその地球育ちのサイヤ人らしいぜ。
まさかベジータと徒党を組むとは。サイヤ人ごときが我々に勝てると思ったのか。へベジータと一緒に殺してやるぜ。私も加勢しよう。サイヤ人がここまでの力を。一旦フリーザ様に報告せねば。そうはさせるか。まずはお前からか。おいグリド、分かってると思うが殺していいのは一人までだからね。ああ分かってるよな。で今のうちなら痛い目に遭わねえで済む。消えた方がいいぞ。なに。よかったなグルド、心配してもらえてよ。ちぃ、サイヤ人ごときが舐めやがって。義乳特戦隊の恐ろしさ教えてやるぞ。トン新太郎と戦っていやがる。
様らに教えてやろう、真の恐怖というもの。我々こそが銀河中から集められたフリーザ軍のエリート。リフェーム。バター。ジェイス。グルダ。ギミュー。みんな揃ってギミュー特戦隊。さあ一気に肩をつけてくれる。小さいのは俺に任せてくれ。おいおい、いきなり入ってくると道義が悪いな。もう少しずつでいい。電気負けてくれ。来た。頭に来ちゃったかな。思ったよりやるじゃないの。それならそれ以上はやらせんぞ。あいつの相手は俺が引き受ける。ならお前の相手は俺だな。リクーム、俺だけ任せてやったんだから、後でチョコレートプロフェおごれよ。宇宙一ってことはこれで悟空が宇宙一ってわけだな。なんだと。おい、こんな数にどれだけ時間をかけるつもりだ。おい、俺も出るぞ。オラワクワクしてきたぞ。ありゃ。
シャバール。仕方ない。私が出る。小さいのは俺に任せてくれ。おいおい、いきなり入ってくると道義が悪いな。ならお前の相手は俺だな。リクム、俺だけ任せてやったんだから、後でチョコレートパフェおごれよ。うちうちのスピードである。この俺が来た。お前が宇宙一ってことは、これで悟空が宇宙一ってわけだな。なんだと。おい、こんな数にどれだけ時間をかけるつもりだ。おい、俺も出るぞ。もう少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。もう少しずつでいい。
電気を開けてくれ。来た。私が出るか。ギニュー隊長、ようやく一番強いやつが出てきた。早速試させてもらおうかな、ベジータの力を。ベジータ、いきなり何するんだよ。ギニューさん、地球人よりもまずはそこのサイヤ人から片付けてしまいなさい。わかりました。ギニューさんだと。なんだ、ベジータのやつが裏切ったのか。わかんねえけど、今とにかくやるしかねえ。傷つけるんじゃない。これをギニュー、俺の体ってまさか今頃気づいたか。そうだ、この俺の能力でベジータのやつとこの俺の体を入れ替えたのだ。ところでギニューさん、私が命じたドラゴンボールの捜索はどうなったんです。それがフリーザ様、こいつらの他に高い戦闘力を持つ者がどこにも見当たらず。なるほど、こいつらは戦闘力をコントロールできますからね。来た。ドラゴンボールを作ったナメック星人。おのれ、
ベジータの体を使っても勝つことができんとは。こうなったらお前の体をもらう。チェンジ。どいてろカカロット。ようやくチェンジを使いやがったな。おのれベジータ貴様。こうなれば多少は戦闘力が落ちようとも。チェンジ。止まれ。ギニューの動きが一瞬止まった。今の術は超絶。この私と一対一で戦う？おほほほ、初めてですよ。ここまで思い上がったおバカさんは。いいことを教えておいてやるカカロット。フリーザは変身ができる種族だ。ほう、よくそのことを知ってましたね。どうしてわかったのでしょうか？ギニューの野郎が口を滑らせやがったんだ。変身ってあの大猿みたいにか？あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私はパワーがありすぎるために抑えているだけですよ。ならさっさとその変身を見せた方がいいぞ。全力を出す前にやられちゃ悔やみきれねえだろう。ここまで私をバカにするとは。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやる。